た、よかった、手上げて、さあ決戦場から行きます。いやー今からですね。よし、まあこれ一人 V なんて3年までは達成してるんですけど、これが途切れちゃうとこれきついわな、この後ね。まあまあ行っていることを考えると、もうこの AC をさあどこまで伸ばせるかということで、まあそのスーパーループでどこまで拾えてるかわからないですけど、それよりもここでいかに乗せるかだな。1000枚の数ですが988枚、これでプラス池に私は入ってます。あれ何が変わってる、変わられてます。なんで分かんないです、なんで分かんないですそんな悲しいですか、今私大事なチーズオン中なのに。私の大事な G ゾーン中に女性が変わられたことの方が大事なんです。さあ、1セット終わりました。いい感じ、いい感じ。さあ、ブイブイなの。1でした。まあまあでもよかった、1で。はい、白でも早い、54ゲーム戻ってくることができました。いや耐えた、いやー母ちゃん好きだなこれな、あるんじゃないこれ、ねえ頑張れますよ。おーい、ついに始まったぞ。おい、凝ってたらこれはもう引く流れだよ、俺引く流れ、俺びっくりした。赤七を狙えばいいですね。あー、ドキドキする。決めましょう、決めよう、いきます。おいおいある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 、いやあるあるじゃん、ねあるじゃんって、その間から止まるんだよ。止まるんだ、止まる、まんま行こう、もういい加減、はい、いい加減出そうぜ、はい、なあ、じゃなきゃ離婚だよもういや離婚したくないんだよ、だろ、はい、だったら言おうな、はい、行きます。離婚したくない、離婚したくない。でも気持ち的にはいい方向にテンション上がってきた、さあ出すで。これで、これで乗ればいい。乗らない。そして乗らない。あ、興奮したんですけど、ダメでした。どう。74点。マジで動くよ。ここは乗ってくれ、鏡、あ、鏡、え、845、何も、さあ乗りました、外れから、よいしょ、繋がった。なんとか今日ね単発で終わる機会が1回だけかな、耐えてます、耐えてます、繋がってる。
このどっかでやっぱゴッドなり赤なり引かないとねダメですよね。さあ2セット終わって今分かってるのは次まで3セット目まで。ここでブレイが揃ってくれたら最高に嬉しいんだけど気配はない。今日はノーマルできます。そうなん。ノーマルでポイント。ノーマルほら。ポインポイン。ちょっとさ。やだ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 。なんかでつつこうとしてる絶対は。やだ。なんで。なんで。じゃじゃ。上にしてください。それならいやそこだったら危ないでしょ。いろいろといやどこに当たるか分かんないじゃないですか。いやいや 下の方から持ち上げるだけ持ち上げたいなんだよお前こんなところにあるの。違う、やるときにこうなるんですよ。こうなんかスンみたいな。あいやいやこっちの方がいいじゃん。あ弱いんすよ。弱い弱いよ弱いっす。ああやりましょう。すぐビクってやっちゃう。やりましょう。ならないならないならない。やりましょう。今いい流れ変わっちゃうから。いい流れじゃない。今の最後から上乗せできずに最悪ですから。もう何何でちょっかい出すんです。今いい流れに乗ってきてるとこだから熱い。暑い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 すごい暑いね。展開じゃなくて体が暑い。体も暑い。体も展開も体も全体的に今危機感を覚えてる。これで2セットあと1セット目が終わりです。ストックありますからね。400枚。おお結構頑張った。ブイザロイした。なんでなんで。わからないです。スーのおかげじゃない。これ見てこれ見て。あ何これを見て。あブイああブレッ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 。いい感じになってきましたね。いやいい感じだ。今までで一番ここ最近ね。めっちゃいい感じだ。え？なんて？何？悪い顔してる。してない。なんかノリに乗ってきちゃってるもん。ダイと一緒で父ちゃんも。いやいやもう完璧だもん。完璧完璧。ダイに向かいましょう。よしよし。大事な場面ですね。まだいますよ絶対。大丈夫です。分かってん。いやここは頑張ってもらおう。もう確定分はない。上乗せもできなかった。さあ3セット終わって一発目の。大丈夫大丈夫。いやー厳しいかな。いやいやいやこんなもんじゃ終わらない。ブイブイ。よし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 。これ大丈夫だな。大丈夫大丈夫。よしよし。大爆発が。よしよし。見えてきた。よしよし。じゃあこれで6連まで確定。まだまだいけますよ。いくいくいく。来てますね。ここ最近ね本当に悪い展開しかなかったので久しぶりに楽しんで見ていただけるんじゃないかなと思います。この後も引いていきます。さあこれ今4セット目で前半まだ50ゲーム残り50ゲーム切ってないところでもうほっとくんですよ。これもしですよ、アメグロの条件を満たしてる場合にはこれ、ね、ほっといてね、これ戻った時に
アメで流れたのが多いです。すごく多いです。まあ、だから4セット目でしょ。でここで流れるってことは14まで確定ということになるんで、なかなかないとは思うんですけど、まあちょっとトイレ行くついでに放っといてみましょうか。さあ戻ってきました。たっぷりと寝かせて、ダメだね。お悩み相談コーナー。今回のお悩みはですね、はい、今中2の次男くんが反抗期です。中二病というみたいですが、お二人は反抗期ありましたか？父ちゃん母ちゃんに偉そうにしたことありましたか、という。うん、ありますよね。ありますよね。あるあるある。まあもちろんない人もいるでしょうけど、基本あるんじゃない。あった方がなんか安心ですよね。もう目視界に入るもの全部イラついてたもんね。うん、もう将来生理現象だからね。うん、みんながまあほとんどの人がねあることなんであれですけど、まあでも今思えばあの両親に強く当たっちゃったなっていうのはやっぱ残っちゃいますけどね。そうだね。いや、心配するじゃんそりゃ。そうね、思い出しちゃうからいろいろね。俺やっぱね、一番ショッキングな、まだ言いたくねえし、うん、思い出したかもねえけど。なんですか？やっぱね、自分がこう言ったセリフで、はい、うわこ、なんでこんなこと言ったんだろうってなりますよ。そうなんですか？俺ね、親父にね、はい、寝込みを襲ってやるって。なんて、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 なんて寝込みを襲ってやるからだって言ったら。それを聞いたおふくろが金属バット隠したからね、やっぱね。よくないよ。寝込み、いやびっくりしたね。なんであんなこと思って。寝込みを襲って。俺ね、そう、今この年で、はいはい、言っても、はい、あんまあれ言わなきゃよかったってないですけど、はい、そのセリフだけは残ってますか？もうなんで言っちゃったんだ、なんであんなこと言ったんだろうな。別に何かあるわけじゃないんですよ。ただイライラしちゃうんですよね。もう、そうそう、つい口をっていうね、つい出てしまったっていう。まあそれが寝込み襲ってやる。言葉のチョイスがまた。ね、あります。なんか私は大家族なんですよ。だからどうしてもお下がりお下がりとかばっかりだったんで、なんかちょっとそういうきついこと言っちゃいましたね。何？一人っ子に生まれたかったみたいな。そう、ケンコなんて言うなって。貧乏ではないんですけど、ケンコって。ケンコ作りすぎなんだよみたいなこと。今言ったじゃん、絶対言うと思ったから。オブラートに包んで言ったのに。なんで、なんで流すんだケンコってね、私はいいじゃんって。じゃあもうほんとこれすごいよ今の。結構いろいろ言ったよ今の間で。いやもうほんとそうやってね思いまして、周りの友達がやっぱ一人二人とかだったんで、好きなの買ってもらえて、塾とかいっぱい行けて、習い事行けてっていうので羨ましかったなっていうところで、うん、まあでも大人になったら、はい、その分なんか親に優しくしようとか大切にしようと思いますよね、その時の分。う、ね、うん、はい、もしかしたらその時我々が言ってしまったことが、うん、今結果として返ってきてるかもしれないですね。結果として返ってきて、因果応報、我々出ないのは。あ、そういうこと。今ここで因果応報っていうことかもしれないですけど。なるほどね、はい、はい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくでぃ。